どうした、調査。早く。弟が死んだ。そういうの分かるんだ。どういうことだ。受肉体ならまだしも、二人が指一本分の呪霊にやられるとは思えん。待ってね。報告が入ったよ。エソーケチズを殺したのは呪術高専1年虎杖悠仁とその一派だ。全力でお兄ちゃんを遂行する。白蓮、やあ、長宗。あいつは、俺には三人の親がいる。母をはらませた呪霊、そしてその間に血を混ぜた。母をもてあそんだ。憎むべき。気づいたようだね。そういうことか、カムノリトシェア。